はい、えー、始まりましたね。えー、どうも、ボビー・アートレザーのボビーです。えー、今日は10月10日ですね、えー、39回目、ね、のなん,かなんとなく字面がめでたような配信になります。ねえー、それではオープニングムービーをご覧ください。どうぞ。 どうもボビーア・トレーザーのボビーです。えー、今日も大阪のボビー・アトレーザーのアトリエからお届けしております。ね、雨も大阪の,のねあ、まあも、昨日までの,の雨もですね、上、えー、がってですね、えー、<laughs> ようやくうちょっと秋,秋めいてきましたね、はいえー、とですね、えー、今日日ははです、ねえー、また昨日はね。 あのまあ、ご覧になっている方もいますといやいやいると思うんですけど <laughs> ごめんね昨日の配信はですね、えー、雨に濡れた時の、ね、レザーのレザーが雨に濡れた時のちょっとまあ対処法っていうか、うん、それをですね、えー、お伝えしましたけどね,ね、まあ、今日はですね、えー、その挟んだんでね昨日。 でも引き続きですね、財布も修理の件でですね、の思い出に残るちょっとエピソード話をですね、お話ししようかなと思います、ね。お付き合いください。えと、ー、ね、この、あえー、っとどうかなあ、配信されてるんがちゃんとありません、ね。これで、えー、あのコメントもね、えー、読め、なんとか読めますんでね、えー、<laughs> ちょっとほっとしますけどね。えー、っとですね。 えー、今日は見てください、ね、ボビー・アテレザーですけどもあのこれマイクがちょっと <laughs>、ね、バン・アンバーグ・レザーズですよ、ねね、バン・アンバーグ・レザーズを着てますよ今日は、まあ、それに、まあ、ちょっとちなんでねお話をさせていただきます、ね、バン・アンバーグ・レザーズって言ったらです、ねえー、皆さんご存知のね、えー、世界屈指のですね、えー、ブランドですよ レザーブランドですよね,ね、えー、その <laughs> ジェリーさんのね、えー、とあのジェリーさんが逆に僕のおーボビア・トレザーのですねこ,のこれ今ちょっとパーカーですけどこのねスカルロゴのですね T シャツを気に入ってくれてですね <laughs>、えー、まあブツブツ交換 <laughs> ねまあ,あ僕にとったらすごい迷惑なことなんですけどね <laughs> でまあまあ、それもちょっと今日は関連するようなお話なんでね、えー、お伝えしたいと思います、えー、ですねまあ,あのお財布の,そあの修理っていうんでねだいたいダブルステッチって言ってねあのこうかかってるステッチのねあの修理にみんな困ってる方って結構思ってるよりもいてるんやな思ってね。 うん、まあ、まあのー、ダブルステッチだ,とだいぶ使ってたらやっぱりこうほど,ほどけてくるっていうかそういう感じにな僕が,して僕が作ってる僕があ考えてもそうやろうな思ってねもうだからだからもうよっぽどそのそれになんかそのデザインが合う時以外は僕はまあ基本的にはあのー、ダブルステッチは使わないお性格勝負なんですけどね。うん、でまあ あのまあ、ダブルステッチ用で困ってる方がですね何、えー、か探してくれたんでしょうね何か書いてるブログ記事とかもう修理してる、ね、過去のお記事をですね、えー、読んでくれたりとかしてねでですね、えーま,ああのまあ、まあメールで、えー、ダブルステッチの、ねえー、修理って可能ですかねってで、まあ、あの写真を送ってもらってですね、えー、っとこんな感じでね、えー こうやっぱこう角が、ね、ほつけてでまあそれをだましだましでこうちょっとそこからぱらぱらっとこうほどけないようにちょっときゅっと固めて、ねえー、お使いいただいている感じですねこのパターン、ね、でーこのご覧のとおりです、ねえー、ワニですねワニのリアルレーザーですよの本気な <laughs> え、ね、ワニですよ。 うん、でまあ、これがあのーね、ジェリーさんの作品ですよ、バーン・アンバーグ・レザーズのー渾身のね作品ですよ、あのー、ラグジュアリーな、本当にもう価格帯もそうですけど、一生ものですよね。うん、で、ちなみにジェリーさんの写真が、ちょっと <laughs> こんな感じですね。あのー <laughs> えー、バンバグレザースのですね、えー、ジェリーさんとですね、えー、僕とおこんな感じでね、黒野さんでね、大阪の梅田のね、黒、え、野、ー、さんで、ね、イベントの時にですねあの、遊びに行った時にですね、<laughs> わーおて久しぶりい感じでね、はい。で、ね、ジェリーさんですよ。で、ねえー、ジェリーさんはこ,このこの帽子をね、すごいえらいあの褒めてくれましてね、この,あの柄をね、 このおブラック・サスイングっていうねすごいよとジェ、まあ、リーさんとかやったらもうそのなんていうのなあ歴史的にもうこういうラグジュアリーなあー世界観のですね、えー、作品をですね、えー、何十年もこうね作り続けてですねもう,も,うレもうレジェンドもうもうレジェンドですよ <laughs> まあ そのジェリーさんのね作品をなんかこうがどうしてもこうね四隅にがこうやっぱほつれてきたんでえけ、ー、どこれは一生ものとして、えー、大事に使いたいということですねそれもお修理するのもですねやっぱりその思いみたいなのがあ分かる人にな直してほしいっていうかあいうことで、えー、やっぱり熱い思いでこうメールをいただいたんですね。 うん、でやっぱりそのまあ僕がちょうど敵にやったんでしょうねあの共通の <laughs> あのあねあれやし、まあまあ、ジェリーさんに直接、うん、修理してもらったらいう感じもあるっちゃあるんやけどまあ、まあ、多分時間もかかるし、えー、海外ですしねでまあ僕の方にですね、えー、ご依頼いただいてですねで、まあ、あのまあ打ち合わせをこうメールでやり取りさせてもらったんですけど。 でまあ、あの一番、まああのー、きちっとできるというのはきちっというか、あのー、全部一回ほどいて僕が一からこうレザーをかかり直すのがあ多分その丈夫っていうか、あのー、リフレッシュするようなあ感じはするんですけどただやっぱりねあのバンアンバーグレザーズのやっぱブランド、ね、強烈なあハイブランドのお財布じゃないですか。 でそれを、そのやっぱりジェリーさんもこれハンドメイドでね、作ってるんですよ。あのそれこそ僕と一緒ですよ。僕一緒にしたで、なんか、<laughs> 失礼か、それねあの。機械とか使うんです道具もですね、あの手作業の非常にこうシンプルなね、こう道具で、ね、制作してるんですね。 でやっぱりその手仕事のおやっぱり僕としてもやっぱりこうジェリーさんのおーバン・アーマ・グレザーズの手仕事を残そうと残したくがい,いんじゃないかなってでまず、あ、このほつれたところをなんとか僕の方であのこういい感じであの分からんようにつなぎ合わすっていうかあのこうまあ,、まあ、あの最初のねどうしても革が若いんでカンガルーの革がね ジリさんもカンガールー使ってるって前聞いたんで,あんで一あ多分一緒やろうなと思って。で多分大丈夫だと思いますことですね。ほんでまあそれで、えー、そのなんていうのな傷んでるところっていうか欠損してるところねそこをタッチアップというかあ部分的なあ修理をね、えー、あえてさせていただきました。んでまあこんな感じにね、まあ、こんな感じですよ。 まあまあ見た感じはねこう,ねうの多分つながっていると思いますしねうんあのー <laughs> まあ復活ですよねうんまあどうしてもこう折れ曲がるような箇所なんでね財布はでねえこんな感じでねあのー無事にね <laughs> でまあ,あの関西にお住まいの方だったので幸いにもねでまあ,あー 一度まあ僕にも会いたいなということで直接ねで直接、あのー、あアトリエまで行きますわということですね、えー、電車乗って,てですね、えー、わざわざあここにですね、えー、来ていただいてですねで、まあ、まあジェリーさんの話とかもろもろでね盛り上がりましたね、うん、やっぱりこう物を作るだけじゃなしにですねこうやっぱこう人との関係みたいなのってあるじゃないですかねその本当に 縁というかそのねご縁の妙というかつながりというかうんそれをこう仕事でねこうレザーのこのレザーワーク,ワークを通じてですねえなんかこうつながり合えたというかまあまあ僕なんかこう革ひもをこうよねえかかって作るでしょ。やっぱり縁をつながるようなね うん、縁を紡ぐような、そんな気持ちのお仕事をさせていただきましたね。まあ、それもすごく心に残る、一つの、お、お仕事ですね。まあ、あの、もしね、あの、ーボビーアトレーザーのね、えー、に、えー、なんかちょっとそういうダブルステージで、あの。 大事にしてる財布とかね、えー、革小物とかで、ね、まあ僕の方で、えー、修理がまあ、専門ブランドじゃないんですけど修理のねけどまあ直してほしいなというご要望がありましたらねあの全然あのー、ご相談に <laughs> 乗りますんでねやっぱりその。 なんかこう生まれ変わらしてですね、えー、経年変化もしつつ、えー、やっぱ経年変化ってもっ劣化して、えー、ボロボロになるのがかっこいいその枯れた感じもあるんですけどおやっぱりこう、えー、それをですね手入れしながらあ経年変化ねあ皮を育てていく方がやっぱりこう長持ちもするし、えー、深いこうなんていうのな あ味わいがより深く掘り下がったような感じでね、えー、出てくると思いますしね、うん、でまあそんな感じでまあいつでもご、あのー、連絡ください、えー、まあそんな感じですね、えー、今日は昔ではね10月とか体育の日やったけどね、うん まあ今はかか違うんかな僕もちょっとそうだいぶあのー、昭和のままなんでちょっと疎い <laughs> とこあるんですけどね、まあ、こういう仕事してたらですね、えー、曜日の感覚とかあその祝日とかの感覚が非常にあの乏しくなってくるんでもう1年ずっと同じような感じで、えー、走り続けてますんでね、うん、まあ,あの今日はですね、えー、土曜日ねお休みの方もいると思います。 ねえーまあ、あと台風に備えてですね、えー、大変な方も多いと思いますけどね、えー、くれぐれも心に残るね、えー、一日を過ごしていただければと思いますあちょっとコメントをです、ね、読むのを忘れましたねちょっと待ってねあのあありがとうございますあ坂部さんねこんにちは、ね、またあご覧いただきありがとうございます、えー、宮城さんね、えー、こんにちは,こんにちはです、ね、12時って決めてもらえたら助かります大体いいね え午後、本当はね、夜の方がええんやろうけど、混み合うかなと思って、でまあ、昼ねあの、生放送は昼に収録、まあ、収録ですよね、生収録いう感じですねえ、えー。ね、これ、かっこいいですね、どれやろうな。<laughs> かっこいいよね、うんあのー。はい、ありがとうございます。いろいろな方が、今、こんな方が見てますっていうのもね、全部こう、こっちに出てくるんでね、コメント以外にね。あ 森本くんありがとうございます。こんにちは。ボビーさんは黒がよく似合いますね。ほんまあ、黒かそうだね。あのー、ちょっとあの細見えようかなと思ってね。<laughs> えーっとね。個人的にはね。あのー、緑とかがね。好きやったんですけどね。とかあのー、まあ、秋色ですよ。うん。 そういう深い色が結構好きだけどまあまああのこうボビーアートレザーとかねこ大体レザーブランドとかあシルバー系は大体黒黒をね、えー、なんかこうベースカラーにしてますねうんまあそれでまあ黒とか赤とかねちょっとロック系な感じをですね、えー、にしてますねうんはいなんこんな感じでね、えー、まあ今日もですね 価値ある一日をお過ごしくださいボビーでしたじゃあね